さあやりましょうか、スモールベースボール縛り。金がないのでマジで勝たないといけないんですが、どうですか、勝てる戦力はありますか。まあ、ピッチャー陣は当たり前のように抑えないといけないと。バッターは打たないといけない、ただそれだけ。もうちょっとずつ座ってんだよね、 B と B の選手が出てきたり、まあ、1人だけなんですが、ただ F が減ってるからね、ミーと E の選手が増えてるんで、こういうのはやっぱ奇跡なんで、まあ、サブローもね、アベレージヒッター持ってるし、まあ、全員アベレージヒッターつけていきたいね。やっぱ足速い選手を入れると、ミーとあるだけでだいぶ 見栄えが良くなるんで、まあ、足の速い選手っていうのを取っていきたいよね。積極的に。田口先発行く？ああ、よ、そうだ、ヨネダ取ったの。転生ヨネダも取れたんで、与沢、中継ぎでしょう。カスティーヨに変えて田口先発やらしてみっか。じゃあ、シーズン終了までいきます。なんか、ピッチャー陣見たら勝てそうだよな。試合に勝てません。53.5 ゲーム差。どうなの？去年のが勝てた気がするんだよね。今年マジで勝ててないわ。あと、全く何も縛ってないのに、最下位の26ゲーム差で最下位のセーブね。何があった、セーブは。28勝102敗。引き分け多くない？ 13 引き分け。点取れないからそうなるんだよな。2割1分5厘。ちょっと下がってるか。ただまあ、めちゃめちゃ下がったわけではないと。4部下がったら結構下がってるか。ピッチャーが4点。だって2点台だもんね、卓球団。まあ、うちのせいか。2割1分クリーンじゃね。でもちょっとずつ上がってない。OPS5 いってるよ。ちょっとずつ良くなってんだよな。あとは時間の問題なんですが、その時間がね、経つか、先に金がなくなるのが先か。もう補強しない方がいいかな、これ。ピッチャーに補強してもバッター打たなかったら意味ないもんな。山岡1点台。メジャー行かないかな。メジャー行かないかな、山本。山本じゃない、山岡。米田は、4.90。もうちょっと活躍してほしいけど、彼は1年間ローテ守ってくれましたね。24登板。北川とこの2人は1年間ローテ守ってます。西内。タイピンチビ、ノビエ。この2つ。それと3球種だけでやってます。田口、与座。与座すごいいいよね。中継ぎだと使える。今年抑え長谷川でした。坪内がね、ほんと初年度だけなんよな、坪内活躍したの。あ、でもその前はちょっと活躍してんのか。ただ、初年度の輝きがね、もうないんよ。4.70。おー、田崎2割、こういう選手を作りたい。2割7分。これでいい。これを量産すればいい。さあ、ホームラン2本が最高と。2桁どころか、もうなんか、2桁に達するようなやつもいないからね。ちょっと2桁いってもいいから、それぐらいの選手作った方がいいのかな。2桁打ちそうな選手取った方がいいかな、パワー系とか。で、2桁打ったらでも困るもんな。打ったらクビにしないといけないからな。打てそうな選手を取るのもありかもしれない。一時的に強くなる。だから FA で牧とか取ってもいいかもしれんね。その代わり、牧とか岡本とか取って1年でクビにするけど。1年だけね、強くするために。そういうのもある。だから吉野部あるたあたり来てほしいんだよな。メジャー行くやつ。てかメジャー行かないし、山岡。山岡もメジャー行きよ。サブロー、北川、山岡、坪内、田崎。田崎も出てかれたら困るよな。大西はね、FA で取ったが活躍しません。田口はまたあと FA のチャンスがあるのか。もうね、ベテランだからね。期待の逸材3球種は金払わざるを得ないよな。特殊能力が伸びやすい棚橋、いいね。2割5分6厘。ルーキーで、コースルーキーでこれは強くない？ただ、早熟の可能性もあると。この辺は420万が、じゃあ、あとは。あ、でも意外と金ある。ちょっと、
金増えてるくない？なんで？ちょっと勝ち出してる。プラスにはなってんのか。ただここで選手をガバッと取ることをせずにちゃんと FA で補強しよう。ドラフトはどうせ大した選手入ってこないんだから。で、使わない選手はちゃんとクビにすると。ホンダはもう厳しいか。千早も 4.29、 4点台の中継ぎはうちには いりません。中継ぎだとは2点台ですね。できれば1点台、まあ最悪3点台前半であれば雇用してもいいのかなと。それぐらいの選手じゃないと取りません。金がないんです我が球団は。それなら若い選手1人取った方がいい。さあ頼ませ。あー、ヒルタ悪くないんじゃない。弾道2のパワー系ミート対応あるし、ミート対応は一番いい得のかもしれない。うちの球団で一番いい得のはミート対応です。ミート対応中塚、結局ミート多用する選手がいいからね。ヒルタはドラ1は無理。ドラ2候補かな。ドラ1で消えるかなヒルタ。いやー村田超智、まあ、まずは転生村田を取りに行きましょうか。伸び B3 球種まずは村田ね。まずは村田長寿取っといて、5球団、まあこれ外しでいいわ。ここの外しはありで、ここは確実にヒルターをドラ1取りに行くと。どうせ外れ1位なんで、うち2巡目が1番だったんで、まあいい選手は取れるのかなと。福留、ノビビークイック C なんだよな。まあでもここは福留か。高いね。でも福留、あ、5000万だ。やった。あの3球種取られてるかな。あー滝取られてるか。ただこいつも悪くないよ。ノビビー緩急、ただこれはもうちょっとドラフト後でもいけそう。三球種やっぱ取られるかも。じゃあ野手よ。ミート多様のやついたでしょ。ミート多様、あれミート多様のがいなかったっけ。あ、ここにもミート多様はいる。彼もミート対応。ただミートが G。 ああ選球眼、足の速い選球眼持ち。中塚ミート対応。でドラ4で24歳のオールドルーキー後藤。こんなもんでいいかな。有賀はまあコンバート前提で取るのはあり。後藤も悪くない、守備は悪くないから。
五島行きますか。ヒルタ、福留、中塚、後藤、後藤、後藤二人いた。後藤、後藤、後藤が二人だ。うわ、乱調か。まあ、中継ぎか、後藤は。ドラ4、後藤でドラ5、後藤。こういうのややこしいからね、コンピューターが勝手に登録名変えてくれたらいいんだけどね。なんでこういうの変えてくれない、気を利かしてくれないのかな。どこ後藤は、いた後藤。後藤 K。拓也、拓也にしよう。拓也と後藤にするか。拓也、お前は今日から拓也だ。名前が被ってるからな。よくあるでしょこういうの。うわー、村上さん取れ、2割くぶ6人8本。29歳で帰ってきました村上くん。早くないか。いや、まあー、却下されてる。吉野部うちに来ないか。1億で。いや、山崎よりこれ取るのあるんだね。FA で来年。で、メジャー行ってもらうと。海外志向が強いやついねえのか。8300万ってクソ安い。海外志向強そう。岡林、これ2桁打つか。いや、これ B ランクこんだけいんのありがたい。ライマル。ライマル取るか。ただ32、3歳。伊藤 A ランクなんよな。ただ先発っていうのは魅力的。結局先発なんだよな、必要なのは。中継ぎなんでそんなイニング投げないから。ただ岡林な、これパワー系にな、岡林2桁打つんよな。ライマル、伊藤でいくか、じゃあ。1億。先発は必要よ。1億5000万。伊藤だけ取れたらいい、最悪。マライマル、伊藤、両方。金じゃなくて選手を奪ってくれめんす。あー、金か。さあ、1738万。安い選手なら取れます。安くていい選手。1000万以内のいい選手は取れるわ。そうなってくるとベテラン中継ぎぐらいしかないよな。うちならまだやれそう。うちならやれそうな選手いっぱいいるんだよな、野手で。ニート DR。高橋、ハルト。まあ、4点台か。チョンバレン。バレンティンの劣化版みたいな。中川も厳しいかな。2割3分クリーン。打てたらレギュラーなんだよな、うちでは。源田か。森原ギリギリ取れるな。かも。ただ1300、あ、つもりがオリックスに拾われた。海外留学、金がない。あー、後藤が上がって、後藤のスタミナ上がってもな、後藤先発できないよな。期待も買えません。山岡奪三振。衰えてる選手もいます。ライマルと伊藤を取ったら勝てる。これよ、これ。3-2、3-2、2-3。まあ、接戦で勝たないでね。接戦勝てたら、これ一気にひっくり返るよ。
接戦負けが多いんで、これを勝てるように頑張っていきましょう。となると中継ぎなのかな、どっちなのかな、わからん。